はい、おはこんばんちは、かつひろです、今日はですね、やっとですかね、以前にこの今 iPad mini 4があるんですけど、こちらの動画を2本ぐらい上げたのかな。それからしばらく経ったんですけど、まだ裸で使ってるんですよね。で、表は一応フィルムだけ貼ってるんですけど、でもこれ iPad mini 3用のを買ってて、ちょっとサイズが合ってないんですよね。フィルムとかガラスの方もやっとちょろちょろ出てきたので、ガラスの方も一応 Amazon で頼んではあるんですけど、ケースだけ、これはですね、ヨドバシで買ってきたんですけど、名前の方がマカリーのブックスタンドっていう iPad mini 4用のケースですね。なので 1,2,3 には非対応になってます。これもやっぱりちょっと日本のやつではないので、全部英語表記になってますね。で、ここに絵が描いてあるので、どんなようなケースかっていうのは多分なんとなくは分かると思うんですけど、アップルから出てるような感じだと思うんですよね。それのアップルのは取り外しができると思うんですけど、裏の部分と表の部分が別になると思うんですけど、多分これは一体型になってると思うのでいいと思いますね。アップルさんのよりは全然安いので、とりあえずは、このケースを買ってみました。で、今日は開封だけやりたいと思います。はい、じゃあ開けていきたいと思います。こういう感じだけです。ここかな。まだね、やっぱり、多分 iPad mini 4出て1ヶ月ぐらい経つと思うんですけど、まだね、あんまりケースとか保護ガラスとかあんまりまだ充実してないというか、やっぱり iPhone に比べちゃうと全然ペースが遅いというか、あんまり重要視されてないというか、多分ね、 iPad Pro が出ちゃったから、多分そっちになんか YouTube とかでも話題が取られちゃってると思うんだけど、僕は特に絵を描いたりとかしないので、ミニで十分です。こんなケースはいらないので、出ちゃいます。で、こんな感じですね。すごい真っ赤な感じで、表がこんな感じになってます。僕iPhone6 もこれ赤なんですけど、こっちはApple 純正のやつなんですよね。でもこれだいぶ結構汚くなってきちゃったんですけど、やっぱり革っていうところもあって傷も結構ついちゃってるし、iPhone もそろそろ買い、ケース買ってもいいのかなとか思うんだけど、とりあえず今日は iPad mini のケースです。で、中にあんこが入ってました。で、多分これただ入れるだけだと思うので、ここにはめて使うだけですね。で、多分確か一応スリープとスリープの解除はこの蓋でできるようになってるみたいですね。こんな感じで使えるみたいですよね。あとは蓋を折ってこういう感じで、ちょっと斜めにしてゲームをやったりとか、文字を打ったりすることもできるみたいですね。あとはこういう感じで普通に YouTube 見たりとか、することができるようになってるみたいですね。よくあるタイプのケースだと思うんですけど、一番こう軽量で済むようなタイプですね。一応スイッチ類とか、カメラ、後ろのライトニングのところも普通に使えるようになってますね。まだですね、このマカリーっていうケースなんですけど、
まあ、僕初めて買って初めて知ったんですけど、まだ Amazon とかには出てないみたいですね。一応このケース自体、iPad mini 4用に限っては、まあ、出たばっかりみたいですね。まあ、値段は多分4000円前後だと思うんで、いい感じだと思いますね。で、裏もすごいマットな感じで、表と裏も同じ素材ですかね、マットな感じで、指紋が全然つかない感じになってますね。はい、ということで今日はこちらの、マカリーのブックスタンドっていう iPad mini 4ケースの紹介でした。ではまたねー。